皆さんこんばんは。サガン鳥栖対ヴィッセル神戸、解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ北澤さん、今日の対戦ですが実力では均衡していると言われているようなんですが、その辺いかがでしょう。チームの実力は五分五分ですからね。監督の戦略と采配、この辺が試合の結果につながってくると思いますね。なるほど。両チームの選手の姿が見えてきました。選手入場です。さあ間もなくキックオフの時を迎えようとしています。笛が吹かれてスタートです。右にエンドを取るのは神戸、そして左にエンドを取ります。トス、谷口、小林、いいですね。うまくスペースを潰してましたよ。シンプリシオ、小川、さらに返す、右サイド上がっていく、左、ここはカット、カウンターですよ。右サイド、トス、今日の立ち上がりご覧になっていかがでしょう。立ち上がり様子を見ている感じですかね。あまりこう積極的に前に行くっていう感じはありませんよね。クリアです。ヘッド、また返した。さあ動きが速くなる。中央から上がっていきます。素晴らしいディフェンスだ。菅沼、これがつながらない。ちょっとね、感覚が逸れたかもしれませんね。左を使って、小川、戻して橋本、いいですよ。しのいだ。いや素晴らしい。神戸アウェーで先制ゴールを挙げました。繊細かつ豪快な右足、一度弾かれたんですがやはり見逃しませんでした。本当にね、いいポジションでしたよ。ご覧のように画面にはリプレイが出ています。あと北澤さん、しかし見事な先制点が見れました。神戸としてはこのゴールで少し余裕が出ましたよね。神戸まずは1点先行しています。そうですね、とにかく点が動いたんでね、ここからさらに注目ですよね。はい、引き続きここから注目していきましょう。主審の笛が鳴りました。そしてこれが今日最初のファール。本日の主審は
マリオ・ペドロッティさんです。おっと危ないところでファールです。狙った、浮いてしまった。いや北澤さん、今のシュートいかがでしょう。いや惜しい場面でしたね。杉浦トス、現在1点差を追っています。でもこう何と言いますか、うまくパスはつながっているんですよね。そうなんですよね。だからなおさら小さいミスと言いますか、そういうものがもう。ゴール神戸リードを2点に広げます。ゴールネットの右隅を揺らしています。ノリに乗っています。しかしドリブル突破から大きなチャンスを生んでうまく決めてきました。本当ね、体の使い方、手の使い方が非常にうまいんですよね。ああいったプレーができるのは大きいですね。さあリプレイ画面が流れています。来た、トス、2点差となりましたがいかがでしょう。そうですね、巻き返すということよりも1点でも返しておいた方がいいということですよね。そうですね。金井、中には2人いる、頭で流し込む、あー惜しい。左サイドエリア、さあ左サイドへ、さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。初めてのコーナーからのセットプレー。さあここは動いた、よく守っている。まだありますね。橋本、ペドロジュニオール、左駆け上がる、ふわっとしたボール、いいボールですよ。決定的なシーンでした。いや北澤さん、スルーパスからもう決まってもおかしくないシチュエーションでしたね。いや一気に来ましたね。神戸ここぞというチャンスを逃しています。送って戻す、藤田勝っています。中央から持って上がります。菅沼、茂木、小川、右サイドから ボールつながります。パスが通る、中に2枚、シュート、キム・ミヌ、さあ右へ預けて、後ろへ預けた、硬い守りだ。ここで前半戦が終了します。いや立ち上がりはあまり動きのなかった前半だったんですが、さあ後半エンドが変わって右にトス、左に神戸、シンプリシオ、右サイド、中がちょっと寂しい、通りません、スルーパス、あっとつながったか、折り返し、庭、
ボールコントロール前線へ、組み立てる、戻す、北本、中に人がいる、一人で持っていく、シュート、縦に、あっとこれは通りません。いいとこまで行ったんですけどもね。さあもう試合は後半に入っています。トス、ここまでなんですがどうでしょう。ちょっとまだリズムが悪いんですけど、なんとかまず1点欲しいですよね。豊田、今日の意気込みが感じられるシュートを放ってきました。そうですね、でもうまく蹴りましたよ。小川、どうだ、さあ跳ね返した、神戸、ちょっとプレーを見ているとこの辺で集中が切れてきたかなとも思うんですが、いかがでしょう。ちょっとはっきりしないプレーが続いてますよね。なるほど、きた、おっと決められない。いやそれにしても北澤さん、あそこで一人で上がっていきましたね。この辺はいいテクニックで持ち込みましたけどもね、もったいなかったですよね。戻す、つながりません。左、右サイド、キム・ミンヒョク、小林、時計は後半の30分を過ぎています。真ん中から上がっていく、戻す、シンプリシオ、杉浦、つながります、谷口、このボール中央だ、ロングシュートか、どうだ、キーパーしっかり止めました。しかしよく攻めてますよね。小川、サイドを走る、果敢に攻める、抜けてくる、高速ドリブル、これ拾いたいですね。ふわっと浮かせてきます。今後半の40分が経ったところ、一旦預けます。菅沼、藤田、突っ込んでいく、あ、前にいますよ、橋本、さあ前に誰がいるのか、打つのか、あっとここで試合終了となりました。神戸勝利です。結局前半のゴールが決勝点。
さて北澤さん。